はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、春英サクチャレですね。今回は投手でやっていきたいと思います。で、そう、この選手ね、世渡り上手がついてて、春英のね、世渡り上手はかなり強いんじゃないかと思います。まあ、スカウトさんのね、評価とかも上がるし、これってコーチの評価も上がるのかな、ちょっとわかんないんですけれども、結構有利に働くんじゃないかと思ってます。で、デッキの方はこんな感じです。まあ、彼女キャラはね、野手と変わらず来てまして、まあ、レンちゃんは彼女にしていきます。もう金徳とかはね、全然関係ないんで、デートして経験点をもらっていきましょう。で、一ノ瀬はね、変化球キャラで、コツがね、ないキャラなんで、コツイベントが来たら、どん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 経験点をもらっていきたいと思います。じゃあそんな感じでやっていきましょう。で、俺ちょっと思ったんですけど、序盤のさ、評価上げってさ、意味ないんじゃないかって思い始めてるんですよね。結局さ、呼び戻しをして評価が上がるし、呼び戻しのところまで行かないとタッグ組めないんで、だったらさ、まあ、監督評価とかさ、スカウトさん評価を上げていくのと、まあ、練習レベルを上げていった方がいいんじゃないかとちょっとだけ思ってます。なので、まあ、変化球レベルを上げていきましょうか。どうなんだろうね、そこら辺は。で、一応ね、野手の方で、まあ、前回の野手動画はちょっといろいろとね、ヘマしたところがあったんですけど、一応ね、8700点は出せました。で、まあ、全部が全部うまくいったかって言われるとそうでもないので、まあうまくいって9000点とかが狙えるかなっていうところですね、多分。まあやっぱりね、9000点は一つの壁ですよ。で、高知のね、あの金徳イベントが発生してないんで、まあ、ただね、コーチを発生させようとすると結構大変なんですよね、やっぱり。一ノ瀬くんは変化球ポイントもらっていきましょう。で、レンちゃんがね、自己紹介で回復してくれるんで、レンちゃんが出てくれると嬉しいけど、カオルちゃんか。まあ、次は精神を見ていきますか。コツが来てるね、さすがに無理でしょう。レンちゃん来てくれ、体力がないんだ俺には。よしよしよし。だからまず彼女キャラは最優先で追っていくと。で、レンちゃんもデートだけだと評価マックスになんないんで、やっぱりある程度一緒に練習する必要はありますね。これはいいね、レンちゃんプラス大谷くんと。で、大谷くんもね、投手の場合はコツが少ないんで、できれば早めに潰していきましょう。だから春英サクチャレはやっぱり投手の方が熱いのかな。まあ、初回からね、あの試験で満点を狙っていけるんで。で、そうするとどうしようかな。カーブとかにする？コントロールは D まで持っていきたいんだけど、コーチがいるな。コーチ評価を上げていこう。特にレンちゃんがいるわけじゃないんで。少しでも、お、いいね、コーチ8上がるわ。で、マジカル、マジカはここで来たか。結局練習できずに自己紹介。やっぱ前ゆべがね、めちゃくちゃ圧迫されてるよ。え、マジカルの字ってさ地に点々なんだ。ちょっと次は寝ないとまずいよね、この体力量。レンちゃん来てくれ。あ、奪三振掴んだ。帰って寝よう。この体力量ってどうなのよ。まあちょっと強制的に、まだ自己紹介続くの？まあよくよく思えばそりゃそうだよね。一ノ瀬とか自己紹介された記憶がないし。レンちゃん来てくれ、お願いします。クリスマスには間に合わせたい。帰って寝よう。これも一応進めてっていいよね、経験点的に。どうなんだろう、ちょっと体力を奪われるんだけど、まあ今は別にいいか。67か、やっぱりくれるね。俺はサボらん。
経験点を更新したいんだ、サボらずにやるぞ。カチューン。お、レンちゃんありがとう。いい子だ君は本当に。でマジカルマジカ、とりあえずこれがね怒ってくれれば練習の後に追加イベントが発生するんで、本当に癖があるよねこの子は。で練習はまずは彼女キャラ、回復しつつ評価上げられるんで、マジカルーちゃん上げていきましょう。なんて言ってる、荷物持ちでも何でも俺に任せなさい。まあ、確かにそう言わないとね。これでね体力がね減らないっていうのもいいよね。なんかイベント的に体力消耗しそうな感じだけど、あれレンちゃんの場合ってさどうなんのこれ肉は多分筋力だよね。野菜ってやると何くれんだろう。野菜にしてみよっか。俺は野菜全然嫌いだけどね体力回復しなかった。野菜にすると回復しないんだ。監督かコーチって言われたらやっぱりまずはコーチだな。コーチ特訓のポイントは欲しい。さて11月の1周、カーブとコントロールは D にしておこう。カーブ2にできる？できなくね変化球ポイント1足んねんだけど。しょうがない、まあ、絶好調だからこれで臨むしかない。ルーちゃんがよく出てくるね。あ、ルーちゃん、でももう乗ったか。いや、乗ったけど、やっぱり練習はしとかないとね、いけないから。さあ、入れ替え試験よ。投手の入れ替え試験は、ほんとね、打たれるときはどうしようもないからね、少しでも打たれる可能性を減らすということで。あとはね、あんまり弾すぎてもね、ボールになるのが怖いんで、もうカーブ、ストレート、カーブ、ストレート、これを投げるしかない。あと1球。三谷君、なんかバスターみたいな構えしてるけどさ、OK、OK、いいやつだ。買収しろよ、もう。いや、でも買収しても結局三谷君の評価が下がるのかな、これ。お前は三軍だ、みたいな。おー、いいね。初回からこれをもらえるのはでかい。いないんで、ここはちょっともう呼び戻しちゃいましょう。呼び戻しちゃいましょうって言っても、エリート組なんだけど。てか、この編成だと勝負するの誰？差し入れ。うまーい。俺は野菜、野菜そんないっぱい食えねえだろ。野菜だけで。あ、技術ね。野菜だけで胃が重くなるって相当だな。どうしようかな、コーチかルーちゃんか。まあメンタルっていうのも結構いいんだよね、やっぱり回復できるから。ルーちゃん告白来てくれ。俺は今のところ君に全てを託している。俺の全てを君に捧げているんだ。これ監督評価とかってどんくらい上がるの？8か。5の場合は8か、そういうことね。レンちゃんももう乗ってるは乗ってんのか。どうしようかな、レンちゃんもな。でも変化球上げときたいからな。変化球レベル、効率的には変化球レベルが一番いいのかな。一ノ瀬くんタックのパーセンテージはそんなな高くないからな。いや、もう12月の1周よ。ちょっとこれはコーチだな。コーチ8、いいね。特別トレーニング、これは 13だね。クロファイ、おお、小平くん回復ありがとう。そういやマジか、ルーちゃんがクロスキャノンだから、まあ、金とか別に取んないけどさ。骨格、うーん、クールダウン、やばいな、これは間に合わなそうだな。どうしようかな、コーチレンちゃん。ちょっと間に合わそうだから、コーチ特訓で、ちょっと穴を埋めるしかないね。来い、来ない、
これがねきついんだよね本当に。ニパーとかか。いや、やっちゃおう。コーチに続婚だ。そうすると俺は野球に全てを捧げる。コーチを追い求める。そうだ、野球だ、野球しろ。メンタル、まあ、レンちゃんがいるか、やっとくか。ちょっと変化球を上げておこう。コントロールも C まで上げておこう。あと球速も上げられるだけ上げておこう。ちょ待って、奪三振とかなんか取りたいよね。取っておきたいよね、もう4だから。よし、奪三振は取っておいて、カチューンもカオルちゃんがいるから抑えておこう。まあこんなもんか。で、レンちゃん、もうどっちでもいいから早く告白してきてよ。前イベはね、もう12月の4週を迎えちゃうとここもできないからね。健康に過ごしたい、体力を回復させよう。中吉、いや、これでどれくらい経験点に差がついた。ここはレンチョンにしとくか。もうレンちゃんは多分大丈夫かな。あとはデートで評価を上げていけば。さて、ここも満点を狙っていきたいね。やっぱりクリスマスな落としてるのかな。こういうね、世渡り上手とかチャンスの時にチャンスをものにできない、それがサクセスだ。おお、怖え。あ、またカブ投げちった。こいつパワー A じゃないか。よく見れば強い。さっきのキャッチャーと違くね。あいつは三軍だったからな。しかし奥田くん、君もこれで三軍だ。かわいそうだが。いいね、コーチ評価上がってくね。速球対抗心とか珍しいな。マジか、ルーちゃんも大丈夫だな。監督評価上げとくか、なんとなく。いやー、いいね、楽だね。出たよ出たよ、小平くん。服のセンスとか全くわからんからな。ブラウス、よかったよかった。これでセンス丸を取ったことはないんだけどね。メンタルにやっとくか。そろそろね、呼び戻しが始まるから寝るのもちょっともったいないんだよね。いやー、もう普通のよくわかんないイベントばっかり発動するな。スカウトさん評価も上げておくか。すげえね、11も上がんだ。俺の守備を見ろ、7。これはいいね。いや、強いね。夜渡り上手、春英夜渡り上手は強いよ。で、やっぱりね、5は欲しいんだよね。5は呼び戻そう。一ノ瀬とか勝負するのかな。かおるちゃんとかとりあえず呼び戻してみよう。何くれるの、知り上がりくれるんだ。ルーちゃんか、バレンタインは。てかさ、どっちも告白来てないからさ、これめちゃくちゃデートが詰まるんじゃないか。コーチもう3あるのか。でもまあ呼び戻しを優先的にやっていこう。一ノ瀬、おお、勝負はなしか。いいね、助かるよ本当に。対左、珍しいね。ダメーと。 OKOK で、変化球はとりあえずカーブを5にして、もう一回呼び戻すか。大谷くんで、大谷くん投手の時はなんだっけ、もうすっかり忘れてんな。
要所、一ノ瀬コーチ、コーチしてもらおう。無難に行こう、無難に。制球力、コントロール重要で、北斗、何、北斗は勝負だっけ。北斗って CC か、それなりに強いんだな。ちょっと外してこう、1球でカーブをギリギリのところに投げる。これで振ってくれれば一番でかい。奪三振 OK。 だって評価30上がればさ、もう大丈夫だよね。普通にタッグは組めるでしょう。これは何がいいんだ。俺も政治家になる。対強打者、そっか、雑賀との勝負もあったか。俺の自慢のカーブを見ろ。怖い、振ってきた。パワーヒッター骨格打法、本当に怖いよ雑賀くんは。お、あ、怖い怖い怖い。奪三振振ってくれ。振らないか。ちょっと新しい変化球欲しいね。あれ、雑賀って足速いんだっけ。どうだっけ、 D とかだっけ。でちょっと変化球2球種目、やっぱ落ちるやつがいいかね。フォークで、コツがあるけどね、カラスマがな、絶対勝てるかって言ったらちょっと怖いからね。コントロール B にはしておこう。スタミナはなんとなく E にしておこう。よし、これで球速をひたすら上げていく。カラスマ、お前を屈服させる。パワー B か、まあ、パワーっていうよりもミートの方が怖いからね。このキャッチャーって誰がやってんだろうね。ついてきたのかな。じゃあ俺がキャッチャーやるよみたいな。よーし OK。 釣り玉でね、振ってくれるとほんと助かる。まあ、今のところはあれだね、クリスマス以外はいいけど、まあ、そのクリスマスがね重要なんだよね。よし、コーチもめちゃくちゃ上がったな。いやー、ちょっと告白が来ないよ。前指が重いよ。一応変化球、コーチがいるね。やろう。コーチ、俺頑張ります。いけるいける。すげえ。いいな。早っ。よし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 。この200はでかい。いや、夜当たり上手すげえわ。やっと告白来たよ、本当に。こっからもうとりあえずレンちゃんのデートは終わらせちゃおう。いいよ。まあ、よっぽどね、コツプラスタックとかだったら練習してもいいですけど。まあまあまあ。ああ、でも結構入るね。大谷くんやっぱりいいね。まあ、北斗も多分技術が効いてるんだろうな、これ。まあちょっとデートしとこう。詰まりそうだからな。で、レンちゃんとかはね、空デートが、ほら、あるんだよ、空デートが。公園行くか。もうここら辺は全然体力減っていいんで、怪我しにくさ。
で、体力の上限を上げていくか。挨拶していこう。まあでもなんかたまにいますよね、挨拶してくる人。俺は基本的に自分からは挨拶しないけどさ、その知らない人とか。まあコツだけだからな。獲得評価もすげえな、もう176あんのか。デートが進んでない、一個も進んでないデートが。おい、レンちゃん、俺何の恨みがあるんだ。レンちゃんとかゲーセン行くの？あとレンちゃんって映画何好きなの？恋愛ものでいいや。そしてマジかルーちゃんに関しては告白すら来てないからな。少し上げていきますか。決定的なところがちょっとダメだよね今回。高知特訓とかさ、まあそういうのは終わってるからいいんだけどさ、この世渡り上手を全然活かせてないよね。でもイベントが起こんないのはしょうがないもんね。だってカラデートがさ2回連続起きるなんてさ、俺のせいじゃないじゃん正直。だこういうところでさ、今んとこ2回とも満点取って、まあいい感じできてるけど、じゃ全体的に見たらどうなのっていう。ってくるのか。あ、三谷くんだ、リベンジしてきたな。残念ながら君は三軍送りだ。また、うわー、怖い怖い怖い。うわー、あぶんねー。だって FFF だよ今のファールもさ、ミートがでかかったらちょっとやばかったよね。三谷くんだったからなんとかなったっていう感じだな。いや、ここら辺は確かに稼げてるよ、確かに稼げてるけどさ、ね、カオルちゃんね、カオルちゃん、あ、対左、左キラーが重っめっちゃ重っ。これ以上軽くできないからね。ただ投手取っとくか。じゃあまあ、なんとなく取れるの取っちゃおう。対強打者クロスファイヤー了承。バント封じ、順応、速球対抗心、いるかって言われたら絶対いらないんだけどさ、基礎能力に振った方が絶対いいよね。で、カオルちゃんは緩急、勝ち運、根性、いや根性取れねえわちょ待って、やっぱやめよう、落ち着こう。緩急と根性、勝ち運掴んであるから、これでいいっしょ。よし、ポイントゲッターになろう、ポイントゲッターに。あ、そうだ、32なんだ。おい、ルーちゃん、君はさ、いつ告白イベントが起きるんだ。やるか。もう重すぎだよこれ、前が。どうする、北斗とかってもう最悪切った方がいいのかな。ようやく来たよ、もうあとずっとデートしよっか。まあ井戸端もね、起きてないからね。告白を受ける。まあまずはね、レンちゃんを終わらそう。悪くないね間に合うか。北斗はな、伸びとかだからな、一応取れるか。かといってな、まあ、急速のコツが来る可能性もあるからな。デート、ちょっと待って、もうレンちゃんのデートがね、不安すぎるんだよ本当に。まずはレンちゃん終わらしちゃおう。やはり最後のエピローグポイントは重要なんで。大谷くんは切る必要ないか。もういやー、めちゃくちゃ重いな本当に。あれ、一ノ瀬ってどっちなの、前なの後なの。俺の中では一ノ瀬って後イベの予感してたんだけど、これもしかしたらさ、もしかしたらさ、もしかしたらのさ、
北斗はでも後か。そう、北斗は後だよね。あれ、なんか手に入れた。やった。一ノ瀬前か。いやー、そうするとやっぱりあれだね。ウィニングショットにしよう。もしかしたら経験点的にはウィニングショットじゃない方が良かったのかもね。もうちょっと走り出しちゃったけどさ、ネタに。これで4回目でしょ、まあ、井戸端もね、起きるんだったら早く起きてくれっていう感じだからな。これ何されたの？ポーカーフェイス。ポーカーフェイスでいたんだ。よくわかんないけど。150にしとこう。で、コントロール A。よし、これで臨もう。で、やっぱりもうレンちゃんは終わらせちゃう。で、マジカルーちゃんはちょっと練習と見つつ、まあ優先的にデートをしていくけど。ここでいくつ手に入るんだっけ。40、40、40の120か。これも切る必要はないよね。カオルちゃんは経験点がでかいからね。で、単独タックだけど70くらい手に入るのか。でかいよね。5月3週1回練習しとこう。3人重なると結構いいね。一ノ瀬ってなんだっけ、なんか練習効果アップとか持ってたっけ、なんか忘れちゃった。何持ってんだっけ。コツか。30の30、60くらい入るか。6月と7月がまあ丸々8週残ってんのね。いやー、1回くらいはでもマチカルーちゃん終わらせておくか。ちなみにルーちゃんってさ、カラデートがあるのかないのかよくわかんない。で、評価はまあまあもう OK でしょ。ほら、究極のストレート。うん、ダメだったね。でも経験点それなりか。で、デートを進めていこう。タッグとかが来てるわけじゃないんで。ここら辺で確かちょいちょいコツをくれるんだっけ。重い球。おーわ、一ノ瀬。こいつも全然あれだな。まあ一応進めていくか。まあ、誰かは完走できないよね、そりゃ。それはしょうがないよ。スタミナか。まあスタミナはな、練習する必要ないからな。まあ、進めてるだけあって、でもまあ大丈夫そうだね。むしろあとはちょっとやっぱり練習を取っていくか。逃げ玉。あれ、これって経験点的にはどっちがいいの。ちょっとまあ見守ってみよう。金徳を取ると45、45。まあまあまあか。コツが来てる。レンちゃんがやっぱりダメだ。まだ足りないか。よし、4上がった。これでレンちゃん OK だね。ちょっとスタミナ練習になっちゃったけど、しょうがない、それは。あとあとレンちゃんに振り回されるよりは、もうここで上げておこう。さあ、そして最後の試験。全部満点通過したいけど、したいけど、いろいろな経験点的に。うわ、怖い。津田くん、ただミート F だからな。でもさ、カーブ5でさ、球速150って相当すごいよね、高校生的には。で、コントロールも A なんだよ。 OK、 試験は満点。試験は満点だけど、あとは試合だね。重い球。重い球ってさ、もう結構さ、
レベル高くないか思ったんだけど。重い玉、あ、2かでもまだ。仕上がり取っとこう。で、やっぱ試合を投げ切りたいからね。スタミナは C。そうだね、C まで持ってくか。で、2球種で全然いいでしょう、変化球は。試合のためにど根性を取るともうあれがなくなるかな。試合のためになんかいいやつ、速球対抗心とかはな微妙だしな。復活か、復活はあるといいよね。精神ポイントだいぶ使うけど、対強打者も持っとこう、逃げ球も持っとこう。よし。で、コントロールいいね、北斗いいね。めちゃくちゃ技術くれんだけど。で、7月の1周コツが来てるけど、カオルちゃんか。2回デートしないといけないんだよね。あとやっぱり置いておこう、置いておこうっていうか、このままデートしよう。7月か、井戸端はな、このまま怒らないでほしいな。さて、ここで体力を回復して、うおー、そう、こんなくれんだっけ。なんか俺毎回ビビりそうだな。投手やるたびにさ、こんなくれんだっけって言いそう。よし、ここはサクッといこう、サクッと進めていこう。技術がやったらあるな。かといって超スローボールとかいんないからな。左キラーね、どうしようかな。タイピン欲しいよね、タイピン。1でいいから、試合用に。さてさてさて、いきなり回ってきたよ、バント。150キロを見ろ。そっからの緩急のカーブ、こいつなんていうの、あ、イカか。なんとなくイカっぽいね、見た目も。よし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 。ただ打ってくれない。復活が発動したね。よーし、 OK。俺はここまで踏ん張ってるんだ、みんな頑張れ。サイガ、サイガ。もう頼れるべきは小平君とサイガしかいないからな、ここは。よーし、すげえ省エネピッチングしてんな。3球で決めてるよ。取れ、無理か。振れ、これを決める。 OK。よし。本当にさ、何なのこれ。俊英の打線ちょっと見てみる。ま、大谷君もね、試合経験って持ってるんで、かなり助かるよな、それは。チームメイトだな。これ誰がさ、レギュラーになってるかとかって分かんないもん。三谷とか出してたらマジアホだよね。へっすら持ってる。で、ファーストはどっちかか。いや、ファーストだったらさ、こっちでいいでしょう、走力Aの。こいつ一番バッターとかにしてほしいよね。で、小平君がいるでしょ、セカンドは。で、サードはサイガーでいいでしょ。ショートは、いや、ショートはこれ亀岡君でしょう、どう考えても。で、外野は、まあ、矢部が出るとして、まず、あとは菅井君とかミートが高そうだね。なんかここら辺が本当出てるのかどうかっていうところだよな。打開とか、へっすらみんな持ってんな。なんなのこいつら。え、なんでみんなへっすら持ってんの。俊英って何、そういうとこなの。え、何これ、もうへっすら軍団、みんなへっすら持ってんだけど、超意味わかんねえ。マジで意味不なんだけど。まあやっとこう。でどうすっかな。本当は7月の4週になデートしたいんだけどね。
これはまあこっちの方がいいかな。スカウトさん評価も上げたいし、カオルちゃんがポイントをくれれば。いやすげえ怖えわ、騎馬対騎馬戦。まあここはねピンチャンでいきましょう。でスタミナをちょっと B まで持ってこう。で技術がだいぶ余ってるね。左キラーとかやっとく、取っとこう。あとは低めね、低めに集めるか。リリースとかってもうよくわかんないんだよね、コンピューターに聞くのっていう。一応バントフュージも取っとこう、軽いし。よしこれでいこう。でさ、全体的な経験点って今どうなのよ、それも謎だよな。さて攻撃の時、岡村くん、なんでお前サードなの。待ってスコアで見れるか、野手データ。あ、サイガってファースト守れんだっけ。やべでしょ今村くん。足の速いやつがいねえじゃねえかよ。今村くんミート C か、まあ左だからいいのかな。まあ、亀岡君は全然ショートいいでしょ、これで。まあ、肩 C で守備 D だから、まあ、モブ兵にしては悪くないと思うよね。で、もちろんキャッチャーは奥田君でしょ、うん、こいつがな、なんか微妙なんだよな。ファースト、サイが普通にさ、サード守らせてさ、ファーストをもう一人の、なんか、いなかったのかな。第2球投げました。ポテンポテン落としてこう。津田。どうする、ミートが F だからな。最悪犠牲フライでもやっとかないとな。しまった、あ危なくねえわ。抜けたと思ったら抜けてなかった。これは最後に頼もう。ちょっと待って、これはフォークは無理。これも危ない。オーラー、いやありがたい、本当にありがたい。最後くん、そしてむちゃくちゃ抑えてるな。早っ。爆速ストレートとか超やだ。こういうカーブを狙う。俺かい、 GG。 みんな足をせえな。FFF とか。うわーこれゲッツだ。やらかした。小平くん、サインガーの方が先に回ってくるのか。いや俺的にはな、3番小平君が良かったな。これはちょっと当たりが良すぎたな。うわーここに来て、おおすげえスタミナ余ってる。ただよし、大丈夫。おおナイス、すげえいい。意外に危なかったね今。打ち取ったかなって思ったけど、窮地なんて持ってんだこいつ。落とす、なに、怖い。切れていきます、ファール。打った、一二塁間への当たり。オッケー、高島ベースカバー。さて金原か、超やだこいつ。こいつが先頭バッターかよ。金原はね本当にやだ。チャンスメーカー、ベレジヒッター、内野安打っていうね、本当に究極に塁に出てくるやつだよね。威圧感何なの、堀江君に何の威圧感があんの。全く威圧感を感じないんだけど。OK。 若林パワーあるね。でさ実際さ、俺たちがさ、なんだっけここ高校名が出てこないんだけど、やった時だとさ、こんな強いやついたっけ。波動だ波動、あんな強いモブいた、威圧感持ってるやつとかさ。これって何、どっちがいいの。まあ一応やるか。もうこれはちょっとデートしよう。あ、まあデートする必要ある、まあ、経験点的な話か。こいつは結構経験点くれるからね。さっきコツとタックが乗ってたけど、
ホットタックが重なったらもしかしたら練習した方が良かったかもしれないけど、第5回目のデートでどれだけ点をくれるか。22268、まあ8か、まあ悪くはないは悪くないよね。体力回復しないのか。まあ、60くらいか。まあ、そうするとやっぱこっちだよな。カオルちゃんがな、この次にね、精神に来てくれると、すげえありがたいけど、すげえありがたいけど、まずは勝たなきゃダメ。ピンちゃんでいきましょう。で、フォークは5にできるかな。よし。タイピンが欲しいね。どうしようか。F にしとく意味あんのかっていうの。弾道2にしとこう。回ってくるのは回ってくるからね。赤壁、うおー、左かー。もうさ、このさ、威圧感部隊がね、最悪だからな。パワーヒッターと思ってるのか。くれ、よーし。これだけ見ると、別に普通に強いよね。150キロの AB って。ここまで上げられるってことは、やっぱそれなりに経験点を稼いでるってことだからな。よし、亀岡くん、どうしようかな。これは強振で狙っていくか。おお、超えたか。二塁まで進んでもらいたかったね。出た。俺はでも上げたぞ、能力を上げたぞFF、 ほら、ダメだ全然ダメだ、やべ、お前はいけるはずだ。よし、いいね。やべはできる子だよ。今村くんはちょっとパワーがないか。ポテント、よしよしよし。いやいや、猛攻だな。亀岡、いいね。津田、しまった、抜けたか。でもノーアウトとかやめてほしいんだよね、本当に。チャンス丸とか、本当強えな、想像。あんまりさ、相手チームの能力とか見たことないんだけど、どんな能力してんの。9回になったら見てみる。気になるは気になるよね。よし、オッケー。低めの変化球でスイングアウトを取りました。こいつピッチャーのくせに CCC ってめちゃくちゃバランスがいいんだけど。周囲第3球を投げました。本当さ、ピッチャーでさ、打撃能力高いってずるいよね。いよいよ最終回を迎えました。カンネイか。この回のトップバッターはカンネイ。野手出たから見てこう。盗塁走塁、まあ足だね、こいつは。まあ一番バッターだからね。カンネもな、バランスよく強えな。カンウ、バランスいいね。パワーヒッター、キャッチャー20までなんて持ってんだこいつ。キャッチャーやってないけど、そうそう、チャンス、パワーヒップル、ヒ初級威圧感、掃除、いい能力してるよ。チャンス、阿部流し打ち、周遊、こいつの野手能力は、うわー、超強え。オール C、 まあ補給はいいだけどさ、ピッチャーでだってオール C とか普通に強えだろ。こいつキャッチャー20まで持ってんだ。守備職人、両も守備職人。第9、おお、これはよしよしよし。本当恐ろしいやつらだな。プロ野球チームより強いでしょ、だって普通に考えて。まあね、これはね、サクセスだからね、架空の世界だから、あくまでも架空の世界。リアル野球はプロ野球スピリッツにっていう感じだからね。プロ野球スピリッツって今新作出てんの。プロ野球スピリッツが出るとね、大体ワンダーがやるんですよね。俺はちょっとリアルの野球はあんまり分かんないからね。スカウト評価23も上がるんだすげえな。
これはもうちょっとメンタルをやらざるを得ない。でもまあマイライフをやってね、多少なりとも分かるようにはなってきたよ。だと大谷ガチャが来たじゃないですか。で大谷選手とか俺もあんまり興味なかったんですけど、やっぱねコラボすると大谷選手注目しますよね。そういう意味でいくと、うわーノアとか宣伝効果としてはやっぱりあるんだなって。おい、これはやられた。いきなり2点取られたわ。ゲット君チャンス20丸か。このさ、やっぱりあれだね、ボール一つ外して打たれるっていうのがあるからね。 OK、 ようやくよ、ワンアウト。岩井めちゃ打ってくんなこいつら。大金持ちとか、イメキャラとしてはマジしょぼいけど敵に回すと嫌だな。黒金も結構あれだね、固有人物がいっぱいいるね。もともとサクセスでプレイできるキャラだからそうなんだろうけどさ、あとはどれだけチャンスを作り出せるか。9回迎えるまでになんとかな、せめて1点差とかにはしておきたい。パスボールしやがった。どっちが悪いの今、俺いや俺コントロール A よ。だってこういうのひどいよね。よしよしよし。しかし点は取られなければどうということはない。小平君ありがとう。さあここから反撃開始。あれか、スアウトか。ただな、矢部君好調だから強振でいこう。ほら、さすが矢部。さあ俺ちょっと能力上げてるからね。よく見てこう、できればフォアボールがいいんだよな。力配分使われてるし、そりゃそうでしょうと。それがあざとなったようだな。打撃能力上げといてよかったいやまあそれが功を制したかどうかは分かんないけど、うーん、こうか。少し意識しすぎたか。矢部にはなホームラン打たれてるからね、銭形君も警戒してくるかな。ほら矢部いいよやっぱり普通に。でも小平君もあれ狙ってこう。いやーこれは超えないか。大金持ち君って意外に確か守備できるんだよね。おお超際どい。ただ投げ切れるね、やっぱり復活あると全然違うな。すげえスタミナ余ってるもん。いや超うまいよーし、大金持ち君もな。まず初球をギリギリのところにハイボールヒッターか。いってくるね。落とそう、粘り打ち。この際どいところに、おお、そしてこの角に。どうしようかな、高めでいくか。わあマジか。ちょっとね入れに行ったつもりだったんだけど、粘りすぎだろこいつ。粘り打ち持ってるだけあって。オッケー、最後に勝つのは俺だ。最初の2失点が痛かったな。これは大丈夫でしょう。まあとりあえず決勝まではいけたか。で何ポイントくれる。まあ55か。投手にしては悪くはないかな。最後にコツが来てるね。ちょっと誰だ、人によってはコツを潰そう。あ、カオルちゃんか。カオルちゃんだったらまあ基礎能力を上げていきますか。うーん、どうしようか。ムービングファストとかいるかよくわかんないんだけど、
タイピン持っておく。一応試合用にタイピン持っておこう。キレ、キレにも持っとこう。あとやたら技術を使うやつがいいな。やたら技術を使うやつ、あ、黒ファイ持っとこう。で、あといけそうなのが先制ストライク。うーん、打者が続くと能力アップか。まあ一応取っておこう。で最後は香織ちゃんと練習をして、60ポイントくらいは稼げたかな。さて虹谷くんよ、まあ最後だからね、サクッとっていうのもありだと思うんだけど、うーん、打ってくれるかな。まあ虹谷もな、甲子園優勝すればね、やっぱり80ポイント手に入るんで、それはでかいんだよね。悩むな。しっかりとピンチャンでいくか。で特にもう取れそうなものはないんで、これでいきましょう。まあ、クリスマス間に合わなかったっていうのがあるけど、それ以外は悪くないよね。もういきなり来たか。先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で、まあ、ピッチャーもね、試合満点っていうのが結構厳しいからね。全体的に見るといいとは思うんだよね。小平くん、いいね。俊英、なおもピンチが続きます。あれ進まれた塁そういえば投げました。直球高め、カウントワンボール。ちょっとどんどん外していこう。振らないか。もうこいつら振らないよな、本当に。変化球、空振り三振。ボール球、高島ツーアウト。岡村くん、これはちょっと見るでしょう。菅沼くんとか、そうか、足 G か。このチャンスはな、最低1点は取りたいよな。さてフォアボールを選ぶっていうのもまあありだよね。8番誰、須田か。下位打線がしょぼいのか。うちは犠牲フライの一発でもちょっと打ちたいけど、なんか虹谷コントロールがめちゃくちゃ乱れてんな。大丈夫か。これはちょっと見逃しておいて。いやー、これはもう本塁刺されるわ。全然ダメだった。俊英、先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という。あ、入ったか今のストレート。ストレートじゃねえや、フォーク。ストライクに入れるつもりはなかったんだけど、フォークはまあやはり結構ずれるね。追い込んでいます。第5球投げた。うわー、危ねえ。これで俊英先制のピンチです。ツーアウトランナー二塁。天空中央もね、早く来てほしい。この天空中央をやりたいっていうよりは虹谷が欲しいよ。虹谷が取れる、これ。よし、ナイス。虹谷はね、俺アプリでは持ってるんですけどね、やっぱ強い、本当に。ネクストバッターサークルには奥田投げました。うーん、ところも大丈夫でしょう。点が欲しいね。点がノーアウトだからな。これは入ってくるか。アベレージヒッターの菅沼くんを生かしたい。小平と才賀が出てるのか。さすがに打っと、うわー、いいとこ投げてくる。津田、これちょっと狙っていこう。そうだな、最低でも外野フライ、強振で狙っていこう。入れてくるね。おお、入れてくる。ちょっと分からん結果オーライ。これはボールでしょ。第2球投げた。外れた。おお、強度い。ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライクです。打ちました。めちゃくちゃフォーク投げてくんなこいつ。セカンドフォースアウト。同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で徳永。アウトローでストライク。どうやって発動するんだろう。ランダムなのかな。カウントは2ボール1ストライク。うわ、おいよ、小平君、助けられました。ありがとうございます。本当に最後だ。これは狙っていきたい。ちょっと待って、これは無理。いや、フォークはやだ、本当やだ。このカーブか。カーブとフォークは打ちづらいからな。これ入れてくる？まあ、ボールだった？さあ、4球目。
サードランナーチラッと見た。投げました。うん、おお。フォークは外れてもバッターよく見ました。カウントは2ボール。いやーちょっと飛びすぎたか。でも犠牲フライにはなった。よしよしよし、あとは俺がなんとか抑える。ワンアウトか。あれ入っちゃった。まあいいや、結局結果オーライってやつ。よし、フォークはやっぱ低めにやると結構ずれるね。あれこれも入ったの。すげえ際でえな。 OK、 高島くん頑張るね。亀岡くん、俺も出てるし。虹谷は降板したか。そういえば奥山くんとかいうのになってんな。ここで追加点を取っておきたい。ツーアウトだけど。ちなみにさ、虹谷って変化球中心持ってんの？よくわかんないんだけど。小平くんどうしようかな。開いていこう。これはおお、やっぱ強振でいこう。絶好調だし。投げた。ストレートはボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた。ボールだね。一花咲かせるんだ。小平。さすがだ。よーし。ノーアウトはだからさ、やめてほしいんだよ本当に。ミートエスとか強すぎだろう。よしナイス、やべ、結構守備に助けられてんな。ほんとやべくんは親友でやんすよ。安心してセンターを任せられる。おお、今村くんもありがたい。めっちゃヒットくんな。やばいやばいやばい、これは1点入る。天空、ようやく1点を返しました。バッターは8番谷川。今日はここまで3打数1安打。お、そういえば左キラーだね。左キラー、くれ。この超際どいとこ。よーし。さあ、いよいよ。もうちょっと点を上げたくないね。これなんでバスター流行ってんの？バスターってすげえ打ちづらそうなんだけど。まあ、ビクターのさ、フォームもめっちゃ打ちづらそうだけどね。おお、振ってくれた。新倉くん、ピンチヒッターは新倉。ユーティリティープレイヤーだな。オール C か。投げました。ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク。打ったサード。よし、これも OK でしょ。アウト。これでツーアウト。あと一人。こいつミート A だ。初球フォークボール空振り。やっぱりね、9回投げ切るスタミナはね、必要だよね。カウントはワンボールワンストライクです。9回投げないとどうしてもね、経験点が減っちゃうんで。OK、 まあ1点取られたけどしょうがない。試合はね、悪くないと思うんだよね、全体的なことを考えると。72か、まあしょうがないよね。でも俺ができるのはここまでだ。よし、この80ポイントももらっておいて、でドラフトもいいでしょう。いけるでしょう。これは世渡り上手だ。クリスマスの経験点とお正月の経験点をちょっとこのドラフトのなんだ世渡り上手でなんとか補填したって感じだな。世渡り上手がまあそのアドバンテージにはならなかったね。いや多分アドバンテージにはなってるんだけど、結局何そういったイベントのところを補填してる感じなんで。勝ち運、いや勝ち運なんてさ、もうここまで取っとかないでしょう。ちなみにレンちゃんってなんかくれんの？いや金徳の話じゃなくてさ。最後ガラスのハート。そうだ、思い出した、ガラスのハートだね。8200か。いやでもこれクリスマスあっても9000は乗らなかったな。どうなんだろうな、9000やってる人ってみんなどうしてるんだ。まあなんだっけ、試験の満点は絶対だよね。で今回コーチは取ったからね。で俺多分野手の8700出した時でコーチと
で、ちなみにね、試験はね、60点、60点、100点、100点だったんですよ、やっぱり。試験で3回満点取って、コーチもいければ、多分俺は野手でね、9000いけると思うんですよね。で、それを考えるとな、今回の投手も、いや、流れ的には悪くなかったと思うんだよね。まあ、どっちがいいんだろうな、ちょっと、まだでも、ガラスのハートは消さないもん。てか、まあ別にさ、あれだよね、能力を鍛える必要はないけど、一応やっとくよ、せっかくだし。あとなんだっけ、玉持ち、クロスキャノン、要所、変化球とか1個上げられっかね。カーブを上げとこうじゃん。で、球速を上げて、あとは特殊能力で技術精神、安全圏、うん、終わり。これ、いや、まあ余ってるけど、あんまり上げる気にならない。ガラスのハート、まあ、登録しない。一応、最後のあれを見てみましょう。更新はできてないけど、今こんな感じですよ、的な。そうか、あとはだから、大特攻だよね。大特攻の PSR とか持ってるともうちょっと違うんだろうな。1000、ああそうか、昨日とかで8700出したんだけど、その時は1000以内に入ってたんだけど、どんどん押し出されてくるね。そうですね、やっぱりちょっと9000を取らないときついですね。1位の人とかってどんくらい取ってんだろう。なんかね、デッキとか見れるとね、すげえいいんだけどね。なんか恐ろしいデッキとかになってそうだけどね。多分みんなプラゴとか、そんな感じなんだろうな。というようなところで、投手ですね、やってみました。今のところ自分の編成でできるんだったら、まあ野手の方が俺はやりやすいかなという感じです。まあもうちょっとね、投手、野手、いろいろ試していきたいと思います。で、まあ、経験点とかね、更新できた際には、ツイッターの方で、まあ、アップさせていただきますので、まあ、ぜひね、ツイッターのフォローもお願いいたします。というところで、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は、動画右下の登録ボタンから、スマホの方は、動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。